ますと告白菅原監督はこれで竹内さんと最後だなという感情が高ぶったのもあってこれじゃないですって言えたのかもしれないですととろし姿はそれは言ってもらってよかったですとコメント竹内はこのやり取りを知らなかったそうで竹内は姿が作った曲にダメ出しすることができるか追求されるとそれは仕事だしみんな本気だからでも人伝えで断るのかな とトークを見つめたそして姿は、菅原監督と演者として仕事をしたときは好きなことをやっても許してもらっていたそうで、初めてちゃんと、違う、って言われたな、と語ると、菅原監督は、カードを切りました、とにっこり。姿は、ここでカードを笑、笑、今まで俺は許してたぞっていう、笑、と笑うと、竹内は、人間関係ってそういうものだから、と語った。 竹内龍馬、菅田正樹の主題歌に背中を押される改めて、主題歌、小玉する、の感想を聞かれた竹内は、撮影が毎回怖いんですよ。続いてるシーズンだし、毎年、響きになれるんだろうか、って。毎年やってるからってすぐに、役に入れるわけではないんですよ。毎シーズン自分に怖さみたいなのがあって、シーズン4が終わって2週間くらい空いて映画の撮影だったんですけど、 不安がある中で、まず姿くんが主題歌をやってくれると聞いたときに、最後に映画をもう一回頑張れるかなって、と背中を押されたことを明かし、撮影終盤に一度曲を聴いたそうだが、一回聞くのをやめたんです。終わっちゃいそうな気がして、まだ僕は撮影が終わってなかったので、終わってからしっかり聴こうって。クランクアップした、次の日に出かけた時のタクシーの中でしっかり聞いたんですけど、 何とも言えない感情で、お疲れ様ではないし、自分でやった最後の演技なんですけど、自分が残したものをもう一回考えさせられるような、すごく新しい感情になりました。あの歌を最後に聞いた瞬間に、映画の撮影が完結したというか、そんな感情でしたね、と熱く語った。これに姿は、嬉しいですね、と笑顔を見せ、龍馬のためだけに、 響きのためだけに作ったわけではないですけど、そこが一番大きいので嬉しいし、良かったなという気持ちですかね、としみじみ。映画の主題歌はやったことがありますけど、役者として自分も出ていてというのはそうそうあることではないし、しかも自分で作ってなんて、これまでやってないから、その怖さもあったので良かったです、と胸をなでおろした。モデルプレス編集部。